といいます。中澤のゴールは見たいですね、はい、中澤が近い方に行った。オフサイドになりますので小野は取れません。本山がもう一回抜けた。本山あっと引っ掛けられた。本山が引っ掛けられましたが外ですか。外ですね。外です。こちらに本山上がっています。本山はこのドリブル突破が持ち味。突破する、折り返した、シュートのチャンス、高原決めた、日本先制。日本先制しました。富山君がいいドリブルしました。中田から本山のサイド、本山から倒されながら繋いだ。本山が突っ込んでいきます。さあ得意のドリブルだ。さあ本山抜けるか。本山抜けた。本山シュート。本山3点目。ドリブルからの素晴らしいシュート。ここ山下がね、素晴らしくワンツー、細かいワンツーを決めたんですよね。そして平瀬がコースを開ける。そこへもうトップスピードで入ってきましたね。このドリブルとスピード、これシュートした後に、シュートした後にタックル入られたんですね。っていったら小野です。本山、本山またドリブルかわす。長楽さん、いやでも本当彼のその切り返しがすごいですよね。足に行ってますよね。行ってますね。厳しくありません。本山、本山中に行く。持ち味出したく。それはさほど厳しくありません。本山、本山中に行く。持ち味出したく。日本シュートのチャンスになった。長いです。長い、長いのシュート決まった。日本2点目勝ち越し。長い。